はい、じゃあ死因の続きですね、第4章、やっていきたいと思います。ちょっといきなりですけどセーブをして先へ進んでいきましょう。で今同行者がね一応3人いるんだけど、どうだろうね。まあこいつねピアノができるって言ってたけど、あちょっと待ってねどういう人なのかが見たいんだけど、一回同行者にしてから見ないとダメ。いやそんなことないな、これで見ればいいのか。安岡先生、唯一の苦手は音楽、自他ともに認めるひどい音痴。いやこいつダメだ疲労窓か。代々学者の家系のためか芸術面には全く疎く、当然楽器も弾けない。こいつもダメじゃん。ちょっと霊能力ある、そういえば12結構あるね。いややっぱりじゃあ愛ちゃん連れてこう。よし、 H 小学校へ戻りましょう。まずどこへ向かう。テストも受けてないといえば受けてないからね。疲労の話を信じれば自分たちが見たあの居室は図川の仕業。行方知れずの教員図川、図先生が生まれた背景に彼女が関係しているのは間違いない。せっかく脱出したのにまた行かなきゃいけない。ちょっと憂鬱ですね。そうだねでも音楽できるの君だけなんだよ。疲労を助けたあの教室はまだ調べることができていない。まずはそこから調べてみるべきか。テストはテストで気になるんだけど、先にじゃああっちへ行く。それかさ下も気になるよね。こっちなんか修羅様がいるって言ってた1階のところ、行くだけ行ってみるか。こっちからも行けるよね。でここ入ってでここ、ちょうどあの理科準備室の真下。そういえば奇妙な付箋、そうだね。修羅様、修羅様は下という意味か。なんかある。部屋の様子を見つめた。地下室の入り口以外におかしなところはない。なんもないか。まだあれか、これは何もない壁だ。特におかしいところはない。一応探れるんだけど、軽くこづいてみる。特にそうする理由があるわけではないが、調べるときはこれが作法のような気がする。お、なんかあった。すごく微妙な差だが中央の部分だけがやけに薄い。音の違いが聞き分けられればいいのだろうが、残念ながらそこまでの器量はない。感触の違いで厚みが違うような気がしただけ。ちょっと待って待って待って、あいつに聞けないの。道具ハンマーどうだこれ。お、ぶったたく。何者かを呼び寄せてしまう可能性はあるが、ここはもともと花彦くんのいた場所。別の怪異がそう簡単にやってくるとは思えない。なるべく1回で。ほら大きな穴が壁に広がった。幸運なことに何者かが迫ってくる様子はない。よしよしよし、もう今までの修羅場をくぐってきたからね。手を突っ込む。冷たいものが指先にまとわりついてきた。すくっているものを引きつけてしまっている。またで、そうするとこれだよね。答案用紙がめちゃくちゃ、あーダメか。こっちの答案用紙は、花のような香り。これは液体をほんの少し穴へと注いだ。特に何も変化はないマジか。まあなくならないだけマシだな。これもまあ気になっちゃ気になるよな。
いや、どうにもできないか。まあ、ここら辺はね、第1章の時に調べたっちゃ調べたからね、下行っても多分しょうがないんで、ちょっと一回出る？で、こっち側からじゃあ、2階へ行ってみますか。一応縄張りみたいなのもあるんだね。花彦くんがいるところにズー先生は来ないと。で、どこの部屋だったっけ。ここでテストを受けて、隣の部屋よって言われて、隣の部屋で1回テストを受けて、でさらに隣の部屋に来ちゃダメよって言われたから、ここか。あ、そうだね。で、一応調べてみるか。じゃあ馬これ、本物の動物の頭部。何かを隠すなら絶好の場所。切断面から内側を指先で探る。こいつマジすげえな。水のたっぷり入ったバケツのようなずっしりとした重量感がある。え、首を真横に倒した。食堂に詰め込まれたクリーム色のプラスチック、何ですかそれ。なに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 、トランジスタメガホン、メガホンを手に入れた。は？どういうことだ。メガホンがあるのはいい。学校の集会などで使う機会もある。ん？確かに。なんで動物の首の中に、食堂に押し込んで隠す必要があったのか。無数の動物を取り寄せていたというズカーの話が脳裏に浮かぶ。なんだろうね。黄色い液体にまみれたメガホンを両手に抱えて立ちすくんでいた。黄色い液体って何？なんか保存液みたいなやつかな。全てのものには意味がある。まあ確かにね、今は分かんなくても。内蔵電池はまだ生きている。すぐに使用することができる。大声で叫ぶ。はあ。他。これは何？なんか腸みたいなやつ。何かの内臓。あ、調べはられないかも。これは高くないか。天井近く。普段であれば動物の表情など判別がつかないが、どの首も苦悶の表情を浮かべているように見える。まあ、ちょっと無理やりやったんだろうね。ちょっと待って、動物の鳴き声がしたんだけど。物入れの中を手で探ってみた。紙くずのようなものに手が触れた。おー、シュレッダーダスト。またあれか。が、3つ目の最短編。部分的には文章が読めるものの、そのつながりがわからない。3つの裁断ペンの並び順を変え、交互に見てみる。すると、ん？特定周波数の音波による。特定周波数の音波。いが、はんはんはん。上下につなげて読めることが分かった。全部並べてから上下方向に読むと意味が分かるのかもしれない。どういうこと？い、し、あとなんだっけ？が、あ、死骸？死骸で読むのかな。死、制御成功、が、あ、違うな。い、合成性、特定種波数の音波による制御成功、外視で読むのか。じゃあそうすると、違う、いいからか。合成物、いがし、いがしで読んでみる。だから2行目ね。次、頭脳となる脳豚は特に巨大魚の旋律にて麻痺する。わかんねえ、本当に合ってんのかすらわかんねえ。また至近距離からの大きな音にも、ごく、
あ、極めて脆弱なため注意、あ、注意、蛇腕に音は無効だが王火炎恐れで硬直する、危険、え、以上のことから音が苦は厳重に封鎖しなければならない。ちょっと待って待って待って、なんとなく読めたけど、つまりどういうこと？合成生物、特定周波音波による、あ、麻痺するか、なんか分からんけど、なんかそれっぽい感じだね。ってことはまあこれはこれで終わりかな、この部屋は。あ、ちょっと待って、下にあったね。ちょっともう一回入ります。この左下何にもねえしまあいいか。で、じゃあテストを受けに行く？ここだよね、次のテストは。また机の上か？これか？筆記用具と問題が置いてあるテストも問題見ないとマジで分かんないかんね。数字と演算記号、算数とかマジで分からんわ。は？だけ？算数のテストのようだ。ちょっと待って、なんかヒントヒントがないと本当に分からん。何にもない。え、ノーヒント？マジ数学やれってこと？ちょっとやるか。あ、また、待った。問題に向き合った。テスト開始。出たよ。あんまり間違えすぎるとダメなんだよね、多分。ちょっと待って、ダチョウの足で走ると学校の1階から2階まで3秒で行けますこれは本当のマジテストか。待って、3秒ね、ダチョウ3秒。ちょっとずつメモってこう、メモれるところではメモってこう。ダチョウ3秒、あ、1階から2階まで、え、1階から2階までで3秒って書いてあって、ログ見れるっけこれ。何で見れるんだっけログ。消えちゃった。ちょっと待ってえ、15秒とかじゃないの。え、待って、1、2、3、6、9、12、すげえ減ったんだけどあ、でも合ってた。そうだよね、1回から5回ってこと。1、2、2、3、3、4、4、5だもんね。待って、ダチョウの足はとっても速い、時速60キロね。これマジだな、マジ問題だな60キロ、60キロで30メートル先の人間が餌なのか。待って、30メートルでしょ。1時間で、これも単純にちょっといこう、1時間で60キロってことは、これどうやって求めるの。30分で30キロでしょ。30分で30キロ、30メートルか。わかんねえ。ちょ、待って、めっちゃ速くない？ちょ、もう答え分かったら先に出しちゃって。もう一回、こんがらがってきた。テンパってんな。1時間で60キロで30メートル。ログ、あ、オートにしちゃった。これ消すだけだもんな。R1 がオートになる。オプションがログ？あ、これか。ちょっと待ってね。時速、そうだね。時速60キロ。1時間で60キロだから、30分で30キロ先でしょ？もう半分ずつにしておこう。15分で、15キロ先でしょ？
15の15 30m。 いやマジで全然わかんないんだけど、これどうやって計算すればいいの。15分で15キロってことは1分で1キロか。1分で1キロ、1分で1キロ進めるから、え、1分で1キロ進めるの本当に。でこれを30メートルでしょ。1分で1キロ逆算しなきゃいけないって本当ごめんねグダグダで、マジでこういうの苦手だからさ。1分で1キロだから1分60秒でしょ。60秒、1秒で1キロの60秒で1キロ進むってことは1秒で何メートル進むかを出せばいいんだ。60秒で1000メートルだよね。割り切れなくね。電卓がどっかにあるはず。割る60 16 16メートル。1秒で16メートル。2秒。あ、本当に分かんねえ。あ、2秒とかあるわ。2秒かな俺の答えは2秒になった。あーってた、やったーめっちゃ時間かかったけど。またか、もうやだよー、この問題マジでやだ。ダチョウの蹴りはとても強い。エアバッグがないと人間は死んでしまう。ダチョウを観察するときはエアバッグを持つこと、注意終わり。はっ、どういうこと。すごく離れたところから助走をつけて蹴るのが特徴です。ダチョウの速度が半分になったらキックの威力はどうなりますか。ちょっと待ってね。ダチョウの蹴りはとても強い。エアバッグがないと人間は死んでしまう。ダチョウを観察するときはエアバッグを持つこと、注意終わり。すごく離れたところから助走をつけて蹴るのが特徴です。ダチョウの速度が半分になったら蹴りの威力はどうなるのか。は？意味が分かんねえ。助走をつけて蹴るから強いんでしょ。いや意味分からんわ。いや分かんねえよ。速度が半分になったらキックの威力も半分になるんじゃないの。待って死んだわマジでわからん。プー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 って笑われちゃったよ。背後に不気味な息遣いを感じて。おお。ルワクドゥアイ。何？死んでしまった。超むずいこの問題。もう一回。ヒントないの？これマジ数学だよねだって。演算記号が見えた。演算記号って何？なんかないのマジでヒント。ズー先生、いやダメだ、ない。テストやるか。テスト開始。最初なんだっけ、もうログを見れずに先進んじゃったかんね。あ、そうだ、これはいけたんだ。これ12秒でしょ。チャチャチャといくか、チャチャチャと。次もこれ2秒でしょ。これ変わってないよね問題問題変わってたら終わってるかな。これだ、待って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 。キックの威力半分、半分の半分あってたなんでわかんねえんだけど。
3分の1ってでもなんかこう半端だからね、4分の1にしただけなんだけど、なんでなんだ、数学得意な人は当たり前じゃんって思うのかね。まあいっか。答案用紙の最後、ちょっと待って待って待って、お前たちは先生の指導に逆らった、特別テストを用意した動物教室へ移動するように。さっきの教室、動物教室、そうだよね、あの血まみれの教室だよね。やだよあんなところで、変なテストでなければいいのだかって変なテストに決まってんだろう、もう。行くの、ちょっとまだ他にもさ行きたいところはあるんだけどね。はい、ここじゃないの、あった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 。問題を盗み見する、英語とか、え、だがどうも違う言語、何のテストなのかわからない。いやマジかよ、もうわかんねえよ。しかしフレージ、テストは全て外国語で書かれている、最初の1行目から何が書いてるのかそもそも理解できない、助けを求めたわけでもないのに愛は強烈な勢いで首を振った。ダメダメダメ、英語はさっぱり、俺も英語さっぱり、さくらさんは英語ペラペラあの人酔うと英語で喋りかけてくるからね全然何言ってるか分かんないから。英語ではないのだが、しかしだとしたら余計ダメ、少なくとも外国語の分かる人間がいないとテストを受けることすらできない、そういうこと。じゃあもう先生連れてくるしかなくね。だって霊能力のおばちゃんなんて絶対無理でしょ。ちょっとじゃあ一回戻りましょう、戻って広尾先生を連れてきます。まあなんかね、もうサクッと戻れないからねこれこう一歩ずつ戻っていかないといけないんで。パートナーさ間違えるとさちょっとめんどくさいよね、戻んないといけないから。屋上館に帰って、だいたいさこの人連れてきてからあと数時間で死ぬって言ってんのに。え、私、うん、まあ、せっかく助けてあげたんだから連れてきましょう。学校まで何分で行けるかだよね、車で。あれどこだっけ、その部屋的に何個目の部屋だとかっていうのがいまいち分かんねえかな。2階だからこっちだよね、これ。いけんのこっち、いけないね、やっぱりいけないのか。1個目、2個目、4個目だっけ、ここらへん、あ、ここだね。頼みます、ヒーロー先生。でもこんなのテスト始めるしかないでしょ。フレージ、さあ読めるかい、フレージ。つぶやいた、いいね。フレージ1、なんだドイツ語じゃないなんだってなんだよちなみに俺大学の時さ第二外国語ドイツ語だったんだけど、まあそれ全然やってないから分かんないよグーテンモルゲンとかっすねイッヒリーベディッヒとかそれくらいしか分かんない。大学で撮ってたからこのぐらいなら、いや俺も大学で撮ってたよでも分かんねえよフレージなんて。12345がアインスツバイドライ、その後分かんない。123しか分かんない。テスト開始、いや開始されてもさ、まずい、始まったぞ。久しぶりだけど読んでみる、そっちは答えを書いて。これはもうマジでその場しのぎだな。
選抜試験社会科、これは社会のテストだと書いてある。社会か、日本史だったらね、太平洋戦争で日本本土も空襲を受け、ここ H 市にも防空壕が作られました。戦争の発生した時代として最も正しいのを、最もというか正しいものを以下から選択してよ。太平洋戦争、江戸、大正、昭和、昭和じゃないの、うん、OK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 。対米開戦時、帝国海軍はハワイの真珠湾奇襲攻撃し、米艦隊に大打撃を与えました。その攻撃日時を伝えるために海軍の伝聞に使われた言葉は以下のうちどれか。は、トラトラトラ、新高山登れ、日の出わかんねえよこんなのちょ待って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 、もうこれでいいや。日の出は地形し、トラトラトラではないと思うんだよね。トラトラトラはなんかもっと別の言葉で使われる感じがする。今日もうやったよ、なんなの、超むずいんだけどこれ。少し前に戻ろう。もうこれはまたテスト受けるところからでしょどうせ。別にどっかヒントとかなかったよね。もう本当にさ、自分の知ってる知識が全てだよね。テスト開始。はいはいはい、変わってないはずだから問題は。で、太平洋戦争はもう霊魂を減らさずに行こう。昭和で真ん中のやつにしてみよう。それでもダメだったらトラトラトラ、いやトラトラトラはね違うと思うんだよね。新高山登れ、おー合ってた3問目とかもうマジでやだわすごい短い文章。終戦する1945年、おうおう、そうだね、大日本帝国同盟国、はどこだっけ、ドイツとかだっけ。あ、ドイツあるね、ドイツにしようかやったー合ってたー。いやこれマジでさ、自分の知識だよねもうやだ、テストなんて受けたくない。数学もクソ難しかったし、トラじゃなく、トラトラトラはね、なんかもうほんと別のとこで使われてた気がするんで、じゃあどこかって言われたら分かんないけど、残りの空き教室に次のテストがある、すぐに移動するようにと書いてあった。え？テストの内容としては普通ねって小学校で出る問題とは思えない。まあ確かにね、小学生多分分かんないよねこんなの。俺一人じゃどうにもならなかった。まあそもそもね、なんでドイツ語で書かれてたの。残りの空き教室ってどこ、一番最初のところでいいのかな。音楽室、音楽室だったらさ、柏木さん連れてこないと、柏木さんだっけ、愛ちゃん連れてこないと無理じゃね、まあ、かといって今から戻って連れてくるのはめんどくさいから、一回疲労さんでやって、ちげえし、ここじゃねえし、え、どこだダメだったら連れてこよう。あった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 、見よう。5000、音楽のテストだね。ちょっとこれ やばそうだな。いや、やろう。いや、音楽のテストって言ってもさ、俺が分かればいい話じゃん多分そうだよね、全然分かんねえけど。え、ちょっと待って、選抜試験音楽の問題です。以下の問題に修羅様ましょう。ちょっと待ってよ、これはあれか、動物さんは周波数で制御する、実験は成功です、問1はヘビです。あ、待って待って待って、なんか書いてあったっけ、ヘビ、シュラ様なさいって何これヘビ、これなんだ、巨大魚の歌とかなんかあったっけ、夜空の歌、
巨大魚の歌。地形詞。なにここ超むずい、マジで。プププって何回笑われてんだよ、もう。少し前に戻ろう。で、バックで、え、これのこと？この断片、合成生物、特定周波数。これさ、ちょっと、並び替えとかできないのかね？あ、相当がある。おお。あ、これ、これ、ん？これいいんじゃん、これ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 。イガシ。合成生物、特定周波数の音波による制御成功。頭脳となる、豚。特に巨大魚の旋律にて麻痺する。だ、豚だよね、これ。豚は巨大魚の旋律がダメと、麻痺しちゃうから。また至近距離からの大きな音にも極めて脆弱なため注意。ヘビ腕、音は無効だが、大きな火炎を恐れるって硬直する。火がダメってことね。ヘビは音無効、危険以上のことか、ん？危険以上のことから音楽は現状楽譜音楽か、音楽は厳重に封鎖しなければならない。なるほどね。よし、これでいこう。テスト、もうここら辺はまたサクッと。ちょ、待って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 、先に行き過ぎた。ヘビだっけ、ヘビは音無効って書いてたもんね。怖がらない。よし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 、あとは、トイレ、豚、あ、豚は巨大魚だよ。どんな音を怖がりますか、以下からシュラ様なさい。これ巨大魚だよ。巨大魚の歌がどんな歌か知んないけどさ。で、あとは封印、危ない道具を封印しています。封印されていないのはどれですか。音楽室は封印するって書いてあったよね。封印されてないの、ピアノ。あ、メガホンは封印されてたってことは、ハーモニカ。よし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 、そういうことね。それでメガホンが出てきたのか。待って待って待って、グオクワク、あ、合格ね、合格ね。答案用紙いっぱい手に入れたけど、そう、合格ってことはね、最初よく分かんなかったけど、何に合格したのかは分からない。とてつもなく嫌な予感がする。何かが起こりそうな予感がする。テストに合格、やったぜー。嬉しくはないけど、テストに合格しましたと。より強い異臭の用紙があればまた何か起こるはずだ。とりあえずまた人体模型のところ行きますか。すいません、一回セーブをします。いや、もうほんと難しいわ。人体模型のあったところなのでだいぶ先だな。で、これでしょ。で、先へ進んで、これでどうよ。答案用紙やたらいっぱいんな。ちょっともう一回相当しよう。すげえいっぱいんだけど、全部使えってこと。まとめて取り出し、模型に近づけてみた。全部か。おお、あちこちから蛇が溢れ出し、床を覆い尽くした。こいつがまずいのか。慌てて答案用紙をぐしゃぐしゃに丸め、隣の教室の割れ窓へと投げ捨てた。おお、なるほどね。
我先に答案用紙を追いかけ始め、人体模型から姿を消した。よし、これで調べられる。びっくりしてなんていないんだからね。紙製の箱と鍵が入っていた。音楽室の鍵、理科用マッチってなんだ。答案用紙を全て失った。まあもう別に使い切ったから。来たかー。もうちょいだね。あと数十分だからね。もうそんなに時間が経ったのか。ヒロ、あ、そう、ヒロちゃんは大丈夫なのよ。だってズー先生じゃないもん。ヒロちゃんは有村クリスティのことを思い出した。そう、違う会に印をつけられた。ヒロも別の会でしょ。言いたいことがあるならはっきり言ってくれません。そんな説明をしている時ではない、急いで残された手がかりを探しましょうと。人体模型より。で、ちょっと待ってね。答案用紙のおかげで音楽室の鍵を発見した。音楽室に入れる。前に手に入れた楽譜が気になる。念のため音楽が得意なものを連れて行くべきかもしれない。館に戻るなら今だ。なるほど。これじゃあ変える？また変える？もうヒロちゃん確かにいいでしょう。変えた方がいいかな。超気になるわ。ちょっと待ってね。変えよう。変えに行く途中で1階に行くから、あそこをもう一回調べよう。そのシュラ様がいるってところ、ここだね。で、音楽室の鍵はだって音楽室でしょ。ここをやって何があるんだっけ。ちょっと待って。どうすればいい。手に入れたのはメガホン。大声で叫ぶ。火器厳禁。あ、マッチか。マッチ棒がぎっしり詰まってるってことは火器厳禁。これは大きな変化はない。で、マッチ。おお。蛇たちは慌てふためいて一斉に焦り出し、どこかへと姿を消してしまった。何かが落ちていた。巣の中にあったものを一緒に引っ張り出した。あ、藍染め修羅。藍染め修羅って書いてあったの。蛇たちはわざわざこのお守りを持って外に避難したようにも見えた。まるで火にさらすのを恐れるかのように。これを炎から守った。そういうことか。よほど大事なもの。もう一回見てみる。古びた神社のお守り、藍染め修羅の文字が書いてある。お守りをかざすか。なるほどね。ちょっとよくわかんないけど、とりあえず出て、じゃあこのまま戻って愛ちゃんを連れていきましょう。で、愛ちゃん連れてきたら音楽室に行ってっていう順番でいいよね。九条館に帰ってる間に数十分なんて経つだろう、どう考えても。安岡先生とか了解。無意味だな。愛ちゃん可愛いよね。セーブしとこう。もう一回。服はね、ちょっとあんまり俺の好みじゃないけど、よし、愛ちゃん連れてきましょう。ピアノがね弾けるって言うからね、音楽室にはうってつけでしょう。そうすると右回りの方がいいね。花彦くん回りで行こう。
もう1階とかってさ意味ないよね、さっきのところ以外全然調べてないけど。さすがに1階も調べろってなったら相当めんどくさいからね。ここは花彦くんの領域だからね、今は亡き花彦くん。でもうすぐここか。あ、そう、鍵かかってんだよ。だから鍵を使うのよ。どこだ、音楽室の鍵。あれ、ちょ待って、あ、こういうことか。でピアノがあるマジでピアノがある。どうするよ、ピアノ調べるか。どうすればいい、なんだっけ、これだよね、お星様、ピアノ経験者。あ、なるほどね、頼む。1枚の楽譜が挟まっていた。鯉のぼり、あれかな、屋根より高い鯉のぼりかな。え、でどうすんの、鯉のぼりが入っていた。鯉のぼりを引く。いやマジでどうすんの、引けってことじゃないの。あ、調べらんねえ、もう。何何も残っていない。あー、何もないね、出るか。お、放送の音。脳みそ入ってるだよね。優秀な脳みそ古流カラーザー、どうして、何これ。あ、素材として解体しますか。あ、優秀な脳みそが必要だったんだね。だから疲労先生を捕まえたのか。素材として解体、素材として解体って言ったのか。そうだね、優秀な脳みそを素材として解体する。つまりだからテストをさせた。俺たちが素材にふさわしい獲物か調べるため。ズー先生の狙い、血まみれの教室に陳列された動物の首。その一つとして自らの首が並べられている光景を想像した。やだね、迫る足音。足が、なんだこれ、記憶に障害が起きてる。そういうわけじゃなさそうだったけどな。もうこれは来たね、勝負の時だね。何かが猛烈な勢いで西の階段を駆け上がってくる。とても逃げ切れるとは思えない。ならば一緒のこと、迎え撃つ。どこかに隠れて先手を取る。廊下を駆け出す。どの教室に隠れるべきだろうか。だ、これだよ、これが普通に音楽室だよね4年とか3年とか、もはやどんな教室だったかさっぱりわかんねえし、音楽室しかわからん。で、どうすりゃいいの。あ、待って、これ隠れてんの。いや、怖えよこれ。いや、来た、これ何よ、なんかワニの顔してる。あ、まあ合成生物なんだろうね。もう鼻でさ、匂いでバレてるよ。やべえ、怖え。いやいや、いるだろ。え、こんなん超怖いよね。え、いや、いるから。あ、なんで後ろにいるのか。いきなりバーンって出てくるんだかと思った。ズー先生はロッカーから出てきた自分たちを見ると笑顔を浮かべ、跳ねるように距離を詰めてきた。ダチョウの足で、ああ、そういうことか。ダチョウの足で軽やかにステップを刻んでいる。今にもこちらに飛びかかってきそうだ。マジでどうすんの、どうにもできなくね。趣味ゴミを抱える透明な瓶、マク希釈液、メガホン、大声で叫ぶ、マッチ、お守り、鯉のぼりを引く。まあ、引くのは多分あれだよね、アイちゃんだよね。でもさ、ピアノまで行けなくね。何すればいいの、ちょっと待って、バック見よう、もう一回。怖っ迫る足音。決戦の場を選びましたと。これまで手に入れた情報と手段を持ち、会に立ち向かわなければいけません。
相手が5年教室にあった獣の地味た存在であるなら、まずはその爪や牙から身を守る盾の役割をするものが欲しい。獣と対峙する知恵といえば熱、光、音。例えば蛇は熱に反応する。サーカスでは音楽で動物を操る。至近距離からの音の殺傷能力が傷詰まった。必ず術はある。よく考える、生き延びるために。で、今ダチョウなんだよね。ダチョウってなんだっけ。ダチョウって書いてあった。一回ちょっと相当して、星様とか関係あんの。鯉のぼりとか地味ゴミ。あれか、クッションが必要だみたいなこと書いてあったよね。ジムゴミ、袋だとジムゴミごときで防げるか。まあいいや、ちょっとこれはあれだね、候補に入れておこう。ダチョウだから。テストの内容はもう見れないか。テストの内容はもう見れないね。ただじゃあクッションだな。まずはクッションで身を守ろう。不安すぎる。ゴミを抱える。ゴミ抱えてどうすんの。あとはなったとこは使えないからね。お星様なんて引けんの。撒いてもまだしょうがないと思うんだよね。叫べないし、マッチこすってもしょうがないし。お守りをかざす。やることとすれば引くかお守りをかざすかのどっちかしかないよね。お守りにしとく。わかんないもんだって。ゴミ袋を書き換えたって。お守りをかざした。効果が上がった。シュラ様返せ。飛び蹴りを行った。クッション、ゴミ袋をクッションにして強烈なキックを耐え切ったって。まあ足はダチョウだったとしてもダチョウほどの力はないんだね多分。まあ所詮人間がベースだから。ズー先生の両手の蛇、舌を出して威嚇してくる。蛇だね。蛇は火だよね。音は関係ないから。蛇はどれだ。マッチだね。マッチとこれでいいの。液体はこれしかないかな。これでマッチ連携になってんね。よし、ここにしよう。マッチで火をつけた。効果がなかった。蛇は床に燃え広がった炎の熱によって、おお、いいねいいねいいね。おお、近づいてきてんね。はっ、怖っ。ナタが使えるんだけど、ハンマーも使えるね。だってもうゴミ抱えてもしょうがないし、こいつやることないよね。あ、希釈液っていうのもあったっちゃあったのか。鯉のぼりを引く、引くとかってなんか関係あんの。ここ何すればいい。最接近してるからね。これはもう弱らす。ナタかハンマーかって言ったらナタの方がなんかやりやすそう。ダブル攻撃する。ちょっと待って、関係ないわ。お星様、これ関係ないしな。特に連携とかにはならないよね。大声で叫ぶ。あ、メガホンか。待ってよ、なんか弾いてみる。お星様でも弾いてみる。わかんねえ。ナタで切りつけた。腕に蛇が絡み攻撃を止めた。演奏できるものを探した。十分に引きつけたズー先生の隙をついてピアノに走り込んだ。お、よくこんな時に弾けるよな。平然と聞いている。力尽きたとか。悲しすぎる。あれ、オックス様とさ、鯉のぼりって何か違いあったっけ。もう一度対決するしかないよね。ちょ、ここ、これはカットできないのか。怖いわ。
一回メモをよく見よう。よく開ける気になったよなこれ見えたからか、向こうにいるのが。で多分この距離だとピアノは弾けないんだよね。一ターン目はいいとして、ダチョウのステップでしょ。ちょっと待ってね、ズー先生。サーカスでは音楽で動物を操る。至近距離からの音の殺傷能力。あ、まあメガホンでっていうのもありだけどな。どれだ。ピアノ、お星様。ピアノを弾く必要がある。そうだよね。でお星様は関係ないんだよ。鯉のぼり、どれだ。ここら辺はもう関係ないね。テストの設問文や回答の中、もうテストの問題が覚えてないからな。そうっすね、このゲーム面白いけど結構むずいんだよね。まあいっか、とりあえず最初の2ターンはなんとかなるから、事務ゴミを抱えて無理だ、いけないよね。こいつ意味ないのかな。だってこれも無理だしな。やることないわ、こいつやることないからこれでいいやちょっとこれはカットしていきます。で2ターン目でしょ。希釈液と透明な液、こっち撒いたよね。で火つけて、でここも耐え切って最接近された時怖いよ。こいつはナタで切りつけて、お星様がダメだったからこういうのに、おおおおおおお、これは金縛りのように硬直した。ズー先生は弱っている。はっ、弱ってる。どうする。大声で叫ぶ。メガホン待って待って、ここマジで違うな、ハンマーとナタでぶっ殺せないかなナタ。いやー、メガホンで殺す。メガホンなんかで殺せんの、超わかんねえ物理攻撃でなんとかなる感じじゃないんだよね。これなんか使えそうだよね。お守りをかざす、防御の時に使うのかな。今攻撃の時かな。じゃあナタでもう一回切ってみる。でメガホン切ってメガホンでとどめを刺す。わずかに出血させただけ。いくら切りつけても効果ない。お、痙攣した。あー、これちょっとやべえな。なんかこれ倒し方がね、なんか2つあるんですよね。成仏はしてないよね、これ。なんかこれやべえ倒し方だな。なんとかなった。印が消えた。まあそりゃそうだよね、自分のはあるよね。だってそもそもヒロちゃんにつけた怪異がいるからね。もうこういうことにも慣れたと。
これね、倒し方失敗するとね、なんか同行者死んじゃうみたいなんですよね。あれが気にならないか。折りたたんだ紙、古い地図、陸軍、盗まれたもの、古地図をバックにしまう、獣と香水の匂いが充満した音楽室を後にした。ちょっと待ってください。あの楽譜持って帰ろうと思って。私の演奏が悪をやっつけた記念、新曲のイメージを膨らませるのにも使えそう。はいはい、すぐ取ってくる。愛はさっさと音楽室に戻っていった。どこまでもマイペースだと。クリスティといい、芸能人とはみんなこんな調子なんだろうか。まあそれはさすがに偏見です。やられたわ。音楽室の引き戸が閉じてる。右手を伸ばすと、おお、印が焼けるように痛み出した。手をかけ戸を開こうとするが開かない。何が起きた。やばいね。引き戸を叩き壊さんばかり強く殴りつけた。微動だにしない。ハンマーとか使え、ハンマーとか。怪異の世界に慣れた今ならわかる。何か超常的な力が働いている。そうか、ダメか。しばらくすると唐突に引き戸が開いた。何かに操られるかのようにふらついた足取りで部屋へ踏み込む。彼女の悲鳴を耳にした時から予感していた。その光景を前にすると自分のちっぽけな覚悟など切なの手に潜んだ。ありゃ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 、これはめちゃくちゃ無残だね。散らばる薄紅色の肉と腸、鮮血の中に五種の一部だけが残っている。若さに満ちた柔らかな肌、元気あふれる無邪気な笑顔、それを食らったのは蛇の群れ、殺したはずの怪人なのか。芯の抜けたような体を引きずり、校舎を出て車に乗り込む。愛ちゃんがやられてしまったよ。なんとか気持ちを落ち着かせましたと。あら、お帰りなさい。私の印は消えてない。印で死ぬなんて信じてない。全然気にしてないけどさ。愛さんは、すまん、守れなかったよ。そう。だが眼差しは言葉よりも雄弁だ。深い悲しみが伝わってくる。結構ドライだね。みんな、まあそりゃそうだよね。こいつはドライかもしんないよね。ズガーのやつが何か持ってなかった。あ、そうだ、地図だね。うちの家に伝わる大事なもの。あ、地図だったんだ結局。ロハでもらうのの代わりにこれをあげる。紫の手帳。おお、赤い手帳のお揃い。あいつの日記。頭の具合もまだマシだったか。ズー先生が興味を持ってた。詳しいことを教えてもらえる。いやよって、宝の地図のようなもの。お、時計の鐘が高らかに鳴り響いた。夜明けも近い。労働、そうっすね、労働しますね。みんな休んでくれ。2階の客室は好きに使って。あなたはこの館から去ってほしい。印が消えた以上この館にいる理由はない。あなたとヒロさんを置いてこの私に去れというの。冗談はよしてちょうだい。サヤさんに助けてほしいと頼まれた。その気持ちはありがたい。だが印から逃れた者には日常の生活へ戻ってもらう。
それが九条さやとメリーの意思。あんたには別の形で協力してほしい。あなたには心霊現象にお詳しいし、そっちの方面の知り合いもいる。知識とコネで印のことを調べてくれ。そういう調査は俺が逆立ちしてもできない。わかった体を動かすのは若い子にお任せしましょうと。私は私なりの方法で協力する。安岡の態度は頼もしげに見えた。なるほどね。占い師っていくら一回占ってもらうといくらなの。なんか1000円とか1500円とかじゃなかったっけ。高い人は高いんだよね。でもごきげんようと。やれやれだぜ。つまり私は残れってことか。印の呪いは非科学的だから信じてないんじゃないの否定できる根拠が見つかってないのも事実。愛という子が死んで印も消えた。もう少し様子を見る。少し話しておく。私の印と関係あることかもしれない。地図。地下壕のもの。津川が地下壕を見つけられたのもこの地図のおかげ。50年以上も前の施設の地図を、ありがたがる理由がわからん。それは秘密。もしかすると津川が怪物になった原因は地下壕にあるのかもしれない。詳しくは教える気はない。もうここまで来たんだからさ、教えてくれよマジで命がかかってんだからさ。愛ちゃん死んじゃったし陸軍、陸軍とか関係あんの。考えがまとまりそうにない。今日はもう休んだ方がいい。狂気へ至る道ほか。トークで辞書へ進みます。はーいちょっと待ってね、進む前にもこれ戻ります。もうちょっとズー先生のやつだけ見ときましょう。1個前、生き延びたけども日記があって、狂気へ至る道、ズガーが知能が高く成績優秀、人が嫌いな子供だった、動物は好きだった。彼女が年頃になって初めて人を好きになった。告白の返事は動物臭い人は苦手。頭蓋を否定するものだった。その夜廃屋が火事で全焼する事件が起きた。その火事の原因については書かれていない。だが火事という話はどこかで見た。そうだ、頭蓋の赤い手帳、実験動物に囲まれた彼女の研究の楽園、 H 小学校の理科室、その楽園の周辺も火事だとあった。これは何としても奇妙、何とも奇妙な符号だ。少女時代の回想が終わり、日記は津川が学校を退職した後の研究員時代のもの。疲労と同じ職場にいる頃の日記。人間が嫌い、日々そんなことばかりが書いてある。そしてその憎悪に近い感情は MH との出会いで決定的となった。 MH とは疲労だろう。あ、そういうことね。表向きは同僚の疲労とうまく付き合い、しかし裏では彼女を筆頭に人に対する嫌悪に満ちた内容。その津川が生物研究の仕事を通じて唯一興味を持ったのが人間の能力や肉体を増強進化させる人体実験の記録。狂気を求めて日記には古今東西怪しげな人体実験を検証したい願望が、さらに被験者は自分でも構わないとまで綴られている。どこでそれらを知り情報の途中を進めたかさらかではない。日記の終盤にはいくつか見覚えのある走り書きもある。陸軍地下壕、 MH の地図、マンホール、修羅。MH の地図とは頭蓋が疲労から盗んだ地下壕の地図。仏像を抱えた白衣の女、頭蓋は地下壕に出入りしていた。彼女をズー先生と変貌させた何かが地下壕にはある。藍染修羅様、やはり盗まれた仏像につながる何か。最後に頭蓋学頭蓋学ぶの日記はこう終わっていた。先の対戦、仏の英知で私は剣をする人を終えられる。肉体精神、その境界を壊し新世界の扉を開く。わからん、なんかすげえことになってきたな。ではあるんですけれども、ちょっと待ってね、これロードってトークで次週、次へ進むことができますと。システム、 BGM、 環境音、保存して終了。ちょっと待って、これさ、ロードなくねセーブはあるけど、1個ちょっと新しいセーブを作って、
セーブしましたと。え、ロードなくね。ちょっと待って待って、マジでトークスすると先に進んじゃうから、これだってエグジットもないでしょ。ロードがないよ、ロードが。バックもエンド。あ、これでタイトル画面、一回タイトルで戻るってこと。こうやって戻るんだ。この画面結構怖いんだよね。新しいセーブってどっからだったっけ。え、ちょ待って、これっぽくね。九条館って愛ちゃんを連れてきたところ。え、愛ちゃん連れてきて、でどうすんだっけ。あ、そっか、もう音楽室のところまで来たから大丈夫か。ちょっとね、愛ちゃんのね生存ルートがあるんで、そっちで進んでいきます。もうこれはなんか普通に見ていきましょう。最後にね、あれか、最接近された時にお守り使ってマッチを使う。なんかそんな風に書いてあるね。理由は分かんない。てかお守りを使うさ、理由がよく分かんないよね。書いてあった、そんなの。で、ピアノ調べましょう。ちょっとここら辺はもうサクサクサクっと。あ、そうか、ここに鯉のぼりがあったってことはこれを使えってことなんだね。で、ここもちょっとさらっといって、音楽室行って、このシーン何回見たことか。あ、基本的にパワープロではないですね。今はね、このシーンを進めてるんで、ホラーゲームですね。パワープロもね、なかなかね時間が取れないんですよね。モンハンばっかりやってるから。まあ、一応今日で第4章終わったところで終了して、明日やります、また。明日は第5章やっていきましょう。で、ここもゴミやって、ここで一応お守り使ってんだよね。別の行動をとってちょっと死んじゃったら嫌なんで、でここは瓶で、マッチと、で最接近されてナタで、鯉のぼりを引いて、しびれさせて弱っていると。でここで、お守り使って理科用マッチ。こんなことするか、メガホン使うよね。え、お守りをかざすとマッチをこする、連携になってんだけど。お守りにマッチで火をつけようとした。あ、そういうことね。で、やめろみたいな感じになるのか。ピギーシュラ様、あ、炎に包まれたお守り、そういうこと。蛇のところでこれを燃やせっていう。抱きついてきたとかやだな。表現がやだな。密封した、密着した肌の間で三上の汗とズー先生の体液とか混ざり合い、不快な音を立てた。何なのこの表現。そしてズー先生の手の中で、藍染めシワのお守りは真っ白な灰となって空中に舞った。え、これ大丈夫なの本当に。ズー先生の怒りに燃える両目が三上を捉えた。許さん、許さん、シラ様をってズー先生の両腕が鎌首をもたげ、一気に獲物へと取り掛かった。しかしその口が食らいついたのは、お、ズー先生の胴体だった。どういうこと。蛇たちがむさぼり食っているのはちょうど三上と肌が接触した部分。俺の人の匂いが映った。
唯一人間の部分が残された胴体を蛇たちに加えてツー先生は気絶の声を漏らした。怖えわこいつマジで。別の意味で。ズー先生を食らい尽くして自由の身となったかつての両腕たちは半分にちぎれた体をくねらせて暗闇と消えていった。うんうんうん、いいねいいね。ズー先生の気配が消えた。でここら辺は会話は一緒かな多分。音楽室に戻った時に何ともないはず。で地図を手に入れましたと。でここだね。新曲のイメージ、鯉のぼりでしょでも。あれ、いや大丈夫なはずだよ。おお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 、しがみついてきた。ヘビ、いきなり上から落ちてきて肩から背中にニュルって。胸元にしがみつく愛の背中に手を回してみる。何もない。おお、よかったよかった、バッチリ。帰ろう帰ろう、よし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 、大丈夫だね。ちょっと会話は変わるかな。無事戻ってきたぜ。お疲れ様です。いやいいね、こんな可愛い子をね見殺しにはできないよ。ここら辺は一緒。フル地図があって、ちゃんと見ておけばよかった。ああそうだね、それは愛ちゃんも去ってほしいよね。そうか先生、私がいなくて大丈夫なんですか。うん大丈夫大丈夫。ごめんねさっき殺しちゃって。印が消えたら私のライブを見に来てくれるって。遠慮しておく。特等席なら言ってあげよう。そうだね、どうせだったら特等席で見たいよね。 SS 席を一つ開けて待ってる。いやいいよねそういう特権。やれやれだぜ。ここら辺からは一緒かね。一緒っぽいね。これも多分一緒でしょ。でズー先生をちょっともう一回だけ見て、ここら辺は一緒だよね。うんそうだね。いやーよかったよかった。というわけで、無事ね愛ちゃんも生き残ることができたので、これでセーブして、で多分トークにすると第4章巻っていうところまでちょっと見ましょう。で多分次回っていうか明日はここからスタートすると思うんですけど、一応トークにして休んで、第4章ズー先生完。